2025年日本はなくなるというふうに言っておりますが、心の絶対法則の本で陰陽の原則で言えば、今は陰の状態だから2025年がそこでそこから陽に転ずるというふうにお考えなのでしょうか。その陽の状態は先住民が平和に暮らした時のようなイメージなんでしょうか。人類史で争いがなかった時代はほぼないと思いますが、人類すべて一遍ガラガラポンされることもあるのかと思っています。これ質問がいまいちわからんな。そうイメージなんでしょうかって、ここにハテナついてるか、それ答えればいいのかな。答えになってるかわかりませんけれども、今陰の状態で、まあ、確かにですね、日本としてはさらにこう落ちていくようなイメージで、それはわかります。で、2025年がそこかどうかっていうのも、またさらにそこがもっと下に落ちていくっていう捉え方もあり得ると思うんで、ここはそこかどうかわかんないけど、陽の状態に転ずるなら、こう波みたいになるからね、それは社会の法則というか世界の法則としてはやっぱりそうなるじゃないかとは思ってます。ただもしそれがあり得るとしても、次に日本人とか、まあ、モンゴロイドでもいいかもしれないけど、そういうの、あの人々が陽の状態に転ずることがあるとすると、数百年先だと思ってますね。まあ、要は800年周期っていう言い方ね、しますけれども、その800年周期のイメージとかを、まあ、持ってる感じだから、自分たちが生きてる間は陽になるのは無理です。無理ですと思います。今ちょっともう本書いても1月に出る予定なんですけど、その本でも日本がそこの状態を抜けるだけでも2050年ぐらいじゃねえかとか言ってるぐらいで、スターウォーズの銀河帝国がそこから抜け出してまた共和国みたいなやつに戻ったっていうだけでも27年かかってるので、映画やから短いけどねっていうぐらいのイメージだから、僕多分老人ですね、まあ、もしくは死んでるかっていうぐらいのイメージだと思ってますね。そこは先住民が平和に暮らしてたのイメージなんでしょうかって言われると、それともちょっと違うかなっていう感じがします。東洋と西洋の力の揺れ動きみたいな、そういうイメージで考えているので、東洋人とか東洋思想とかっていうのが強くなるっていう時代っていう、まあ、それが陽と陰ってどっちって言ったら困りますけど、そういうイメージなんで、例えばそれが強かった時代って、日本の江戸時代の前、戦国時代とかも日本は世界で一番強かったし、モンゴルが世界をね席巻したっていう時代もそういう時代だっていうふうに捉えることもできるし、それで歴史上はね揺れ動いてるっていうところがあるわけなんですけど、そういうイメージが別に先住民が平和に暮らしてるとちょっと違うじゃんみたいな感じですかね。そういう感じで捉えてます。地球っていうのはそういうふうな宿命を持ってる惑星だぐらいのイメージはあってもいいかもしれない。